それでは、フリースタイル86キロ級優勝松坂選手のインタビューを始めたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちからお願いいたします。なかなか自分の形でポイントを取り切れることができなくて、もうほぼほぼ負け試合のような内容だったので、これからもっと練習していきたいと思います。準決勝までの動きに比べますと、決勝がやや、もたついたような気がするんですが、何か原因があったんでしょうか。いや、特にないんですけど、やっぱりまだ自分のパッドレスリングのポイントを取る形が確立していないので、ああいう内容になってしまったんだと思います。やっぱり一番反省する点というのは、足を何度も取られたことでしょうか。そうですね、足を何度も触らせてしまって、逆に自分が触ることができなかったので、これからもっと練習して強くなっていきたいと思います。今年1年間を振り返ってみていかがでしょうか。この試合で勝つことを目標にしてきたので、勝てて本当に良かったと思うんですけど、でもなかなか後味の悪い結果が内容になってしまったので、これからこの結果に満足せずに、これからもっと、徹底して練習していきたいと思います。国体でつまずいたことも今となってしまえば、大きな糧になったということでしょうか。そうですね、あの負けがあったから、まあ、また、気を引き締められたと思いますし、まあ、これからもっともっと下の学年の選手ももっと強くなってくると思うので、それに勢いに負けないように頑張っていきたいと思います。来年の目標を最後にお願いします。来年は、しっかりと明治杯で勝ち切って、世界選手権に出場したいと思います。他にございますでしょうか。じゃあ以上。あ、はい、どうぞ。まあ、内容ご自身としては納得いかないかもしれないですけども、最後、まあ、鮮やかな逆転劇、あの技を振り返っていただきたい。もうラスト10秒しかなかったので、何が何でも仕掛けるしかないと思って、やりました。決まった瞬間はどのような。ちょっとホッとしました。はい。その、まあ、4年後東京オリンピックもありますけども、それに向けての思いはいかがでしょうか。もう4年後は何が何でも自分が出るという強い気持ちを持って、これからもう、やっていきたいと思います。では以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。